太平洋戦争では、日本海軍は潜水艦に航空機を搭載し、偵察任務だけでなく、攻撃任務にも潜水艦艦載機を投入しました。特筆すべきは、昭和17年1942年9月9日、日本海軍の25号潜水艦を飛び立った零式小型水上偵察機によるアメリカ合衆国西海岸への爆撃でしょう。結果としては、アメリカ合衆国にとって蚊が刺したほどのダメージも与えられませんでしたが、これが日本軍初であり、唯一のアメリカ本土爆撃作戦でした。この時投入された25号潜水艦は、日本海軍で建造された様々な潜水艦の中で、没型と分類された潜水艦です。実は、世界的に見ても、潜水艦に航空機を搭載した例はあまり散見されません。日本海軍は、どうして、没型潜水艦という航空機を搭載した潜水艦を量産するに至ったのでしょうか。そして、没型潜水艦は、どのような活躍をするに至ったのでしょうか。今回は、日本海軍が航空機を搭載する没型潜水艦を建造するに至った背景などについてお話しします。没型潜水艦とは、日本海軍では、昭和6年1931年から潜水艦を水上排水量で1000トン以上の芋、500トンから900トン未満のロゴ、500トン未満のハゴに類別していましたが、昭和12年1937年からは高圧兵と呼ばれる3タイプに分類し直しました。高圧兵という3タイプでの整備という方式は駆逐艦と似ていますね。潜水艦での高圧兵の形式の差は、潜水艦に与えられた任務に違いがあります。小型潜水艦は、潜水艦部隊の機関としての任務を与えられた潜水艦。兵型潜水艦は、魚雷による攻撃力を重視し、敵艦隊を揚撃する任務を与えられた潜水艦です。今回のテーマである、没型潜水艦は、航空機を搭載し、敵艦隊の捜索や偵察任務を与えられた潜水艦でした。没型潜水艦は、没型のエンジンを改め、生産性を高めた没型艦、エンジンだけでなく、電動機や使用鋼材まで変更し、生産性をさらに高めた戦時急増型の没型艦2の3タイプに分けられました。もちろん、高圧兵ともに、艦隊決戦に投入する潜水艦という点で違いはありません。そのため、航空機の搭載能力の有無や、魚雷による攻撃力の大小という差はありましたが、潜水艦としての基本性能には、ほとんど違いがありませんでした。25号潜水艦のスペック。では、アメリカ合衆国本土を爆撃した、25号潜水艦、すなわち、没型潜水艦は、どのような潜水艦だったのでしょうか。25号潜水艦は、25型とも呼ばれるタイプで、没型の3タイプの中で、最初のタイプである、没型です。全長 108.7 メートル、全幅 9.3 メートル、喫水は 5.14 メートル、排水量は、水上で2198トン、水中で3654トンでした。安全潜航深度は100メートルです。艦本式2号10型ディーゼルエンジンを2機搭載し、水上で12400馬力、水中で2000馬力を得て、最大速力は水上で 23.6 ノット、水中で8ノットとなっていました。重油を774トン搭載し、航続距離は水上航行では16ノットで14000海里、水中では3ノットで96海里でした。兵装に関しては、40口径14センチ単装砲を1門、25mm 連装機銃を1丁、53cm 魚雷発射艦を6機、搭載魚雷数は17本、そして、水上偵察機を1機搭載していました。水上速力は高速ですが、水中速力は平凡であるということで、水上高速性能を重視していることです。これは、没型潜水艦に限らず、日本海軍の潜水艦が、アメリカ艦隊を追尾できるようにするためです。すなわち、敵に発見されやすい日中は、先行して行動することで敵の目から隠れ、夜間に浮上して、アメリカ艦隊を水上高速航行で先回りして待ち伏せるという作戦です。日本海軍が、潜水艦に何を求めていたのかが、わかるというものです。航空機を搭載した理由。潜水艦に航空機を搭載した例は、諸外国ではあまりありません。それは、潜水艦にとって、浮上して航空機を運用するのは、時間の位置を敵に発見される可能性が高い、大変危険な行為だからです。では、わざわざ危険を冒してまで、日本海軍は、どうして、潜水艦に航空機を搭載しようとしたのでしょうか。それは、日本海軍の主作戦構想である、全舷揚撃作戦に答えがあります。
大正11年1922年にワシントン海軍軍縮条約が結ばれます。当時海軍の主力兵器は戦艦でしたが、日本海軍はその戦艦の保有数を仮想敵国であるアメリカの6割に制限されてしまいました。それ以降日本海軍は艦隊決戦に先立ち、あらかじめ潜水艦や航空機などの補助兵力を使ってアメリカの主力艦を撃破しておくことで、戦艦部隊の数量の劣勢を覆す、もしくは少なくとも均衡させる構想の実現に専念しました。これが全舷揚撃作戦です。この作戦構想はあくまでも受け身の作戦でしたので、アメリカ艦隊がどこにいるのか、そしてどのルートで攻めてくるのかを知っておかなければなりません。日本海軍はアメリカ艦隊の所在や進路を把握するため、そして反復攻撃を加えるための潜水艦部隊の整備に大正時代の終わり頃から取り掛かります。そしてアメリカ艦隊を追跡し、何度も繰り返し攻撃を加える海軍大型潜水艦、略して海大型潜水艦、そしてアメリカ艦隊の根拠地を監視し、アメリカ艦隊の動向を偵察する巡洋潜水艦、略して巡潜を整備することにしました。潜水艦は任務の性格上性能に違いがあり、海大型は水上での高速性が重視され、巡潜は航続距離と偵察能力が重視されました。潜水艦はその構造上セイルが低くならざるを得ず、遠距離の偵察は増えてです。偵察能力の低さをカバーするため、巡潜には偵察機を搭載するようになったというわけです。潜水艦技術の発達による潜水艦の統合化。昭和時代に入ると潜水艦のエンジン技術が発達し、巡潜の水上速力が高速化できる目処が立ちました。海大型と巡潜の2系統となっていた日本海軍の潜水艦整備方針ですが、分けなくて済むのなら2系統に分けず統一した方がいいのは言うまでもありません。そのため昭和10年1935年頃から巡潜を発達させ、海大型と任務を統合した新型潜水艦が計画されるようになりました。これが先にご説明した巡潜高圧兵型潜水艦の走りです。すなわち高型潜水艦の高い通信能力で潜水艦部隊を指揮し、乙型が航空機でアメリカ艦隊の動向を把握し、兵型が雷撃を加えるというわけですね。偵察力を重視した乙型潜水艦に航空機が搭載されたのは巡潜からの流れでもあり、またアメリカ太平洋艦隊を捕捉するためでもあり、日本海軍にとっては当然のことだったのです。そして高圧兵型潜水艦は一つの目的のもと一緒に行動するわけですから、速力や航続距離など潜水艦としての性能が近似している方が作戦行動は取りやすいです。前述したように日本海軍の潜水艦が高圧兵型と分かれ、装備や兵装に違いが生まれても潜水艦としての基本性能がほとんど同じだったのにはこうした事情があったのです。乙型潜水艦の実際。乙型潜水艦は乙型が20隻、乙型海が6隻、乙型海2が3隻建造されました。昭和16年1941年12月、太平洋戦争が開戦しましたが、実際の戦局は戦前の想定とは全く異なるものでした。12月8日の真珠湾攻撃で空母艦載機がアメリカ海軍の戦艦部隊を撃滅するという全舷揚撃の成功にもかかわらず、太平洋戦争は終わらず長期化しました。日本に侵攻してくるアメリカ艦隊を揚撃するという乙型潜水艦の本来の活躍の場も生まれませんでした。それでも太平洋戦争の初戦ではマレー沖海戦やアメリカ合衆国本土空襲、アメリカ空母ワスプの撃沈などで乙型潜水艦は期待を裏切らない活躍をしました。太平洋戦争末期にはアメリカ海軍の従巡洋艦インディアナポリスも撃沈しました。しかしレーダー技術や追戦装備の発達により乙型潜水艦の洋上での航空機の運用は次第に自殺行為と言っても過言ではなくなっていきます。そして乙型潜水艦は乙型海にも含め昭和19年1944年の初め頃までに次々と沈められてしまい、太平洋戦争の末期になると残っていた乙型潜水艦の中には航空機を下ろし、代わりに人間魚雷回転を搭載するようになった艦も生まれました。日本海軍の2号潜水艦の中では最多の生産数を誇った乙型潜水艦ですが、なんと終戦時にはたった1隻しか残っていませんでした。乙型潜水艦はまさに悲劇の潜水艦となってしまったのです。まとめ。今回は
日本海軍の航空機搭載型潜水艦であるオツ型潜水艦についてお話ししました。全舷洋撃作戦という日本海軍の主作戦構想のもと、高オツ兵型潜水艦がチームを編成し、潜水艦部隊の目となるのがオツ型潜水艦に課せられた任務でした。ところが、実際の戦争は戦前の想定通りに進まず、オツ型潜水艦は次々と撃沈されていきました。ただし、戦前の想定通りに戦争が推移しても、オツ型潜水艦はうまく活躍できなかった可能性が高いと言われています。それは、昭和14年、1939年の演習の結果、オツ型潜水艦の監視、直接の困難さが指摘されたからです。また、昭和15年、1940年の演習では、潜水艦を通商破壊作戦に投入すると、高い効果が得られました。この演習を素直に受け入れて、諸外国海軍のように、潜水艦を通商破壊作戦に投じるようにしていれば、オツ型潜水艦の悲劇も防げたかもしれません。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。